小園海人は、広島東洋カープに所属する兵庫県、宝塚市出身のプロ野球選手、宇藤左だ。宝塚市立逆世代小学校1年時に、宝塚リトルで野球を始め、宝塚市立光学級中学校では、平方ボーイズでプレー3年時に全国優勝を経験。同期には、藤原康次第がいた。侍ジャパン U-15 に選ばれ、 松山で行われたアジアチャレンジマッチ2015に出場した。報徳学園高校進学後は1年春からベンチ入りし、同夏からレギュラーで2年春の選抜出場、4強進出。同年夏は県予選で敗退。その後2年政治に選出された侍ジャパン U-18 では声優劇士も務めた。3年夏の甲子園では商工学院戦で、 大会大記録となる一試合個人3二塁打、8強進出し、甲子園大会後の世界大会では2年連続で、侍ジャパン U-18 に選出された。2018年10月25日のドラフト会議で4、球団競合し、広島が交渉権を獲得、11月10日に、神戸市内にて契約金1億円プラスでき高払い、年俸800万円で、 仮契約を結んだ。2019年2月24日、アトムホームスタジアムギノワンにて2019年2月24日のオープン戦における開幕戦で4回からショートとして出場し、2打席目に山崎康明からレフト前にヒットを打つ。3月3日の埼玉西武ライオンズとのオープン戦では、3打席目に竹熊翔太からライトにホームランを打つ。 3月21日の大東京ヤクルトスワローズとのオープン戦でも石山康七からホームランを打つ。高卒の新人選手がオープン戦で複数本ホームランを放ったのは住谷銀人道以来でドラフト生後2人目。6月20日の大千葉ロッテマリーンズ3回戦に1番遊撃手で初先発出場し、1回裏の初打席で種市敦橋明から初安打となる。 左前安打を放った。7月11日のフレッシュオールスターゲームでは、イースタンの先発、吉田康成から、初回戦闘打者ホームランを放つなどに安打1打点と、活躍し、MVP を獲得した。7月26日の東京ヤクルトスワローズ戦では14試合42打席目でプロ初本塁が、初打点を記録し、連勝に貢献した。 球団高卒一年目での本類打は1980年の長島清行以来39年ぶり7人目。また、この試合では4安打を記録しており、高卒新人選手の1試合4安打は1993年に松井秀喜が記録して以来26年ぶり、球団では初であった。9月10日の中日ドラゴンズ戦では4号2ランを放ち、今田修造の持つ、 球団高卒新人の本類打記録を塗り替えた。最終的に高卒一年目ながら58試合に出場し、打率213、4本類打16打点を記録。シーズン終了後の11月8日に初の契約公開交渉に臨み、200万円増の年俸1000万円で契約を更新した。2021年1月25日に結婚したことが、 球団から発表され、週刊、文春の取材により、結婚相手がモデルの渡辺理沙であることが分かっている。4月22日から一軍登録を受け17試合に出場し、打率3割6分と校長だったが、5月17日に新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと球団が発表、感染拡大防止特例2021に基づき、登録が抹消された。 無症状で体調に異常はなく、自宅待機となっている。50メートル走5秒8の瞬足、高校通算38本塁打の打力、深い守備位置からアウトにできる方の強さと、走行手3拍子が高いレベルで揃った選手、遠投110メートル、高校の先輩でもある佐々木智也は担当スカウト、E ガールズのファンを公言している。ありがとうございます。